たまよ。やっぱり夏花火だね。いいですね。続いてのコーナー、小坂君。はい。さて、東日本大震災から間もなく7年半になろうとしています。もう7年半経つんですね。そうなんですよね、はい、ただ未だに3500人以上が東日本大震災、この震災の影響で埼玉県に避難をされています。ね、まあ、たくさんの方がね、ふるさとに帰ることができてないということで、そうなんですよね。で、今回は地震に加えて津波や原発事故の被害が大きかった福島県の沿岸部エリアの今をお伝えします。2011年3月11日、東日本大震災が発生。東北地方を中心とした広い地域に甚大な被害をもたらしました。埼玉県では震災直後、そして現在も様々な復興支援を行っています。その中の一つに、埼玉県職員の被災地への派遣があります。埼玉県職員の宮島洋一さんは、今年4月から福島県南相馬市にある早相農林事務所で働いています。被災から7年が経った今でも、まだやらなければいけないことが残っている、このような現状を知って、自分がまだできることが残っている、自分の力を役に立てることができる、そのように考えて、ぜひということで派遣を志願しました。宮島さんは福島県で農地や農業用施設の整備の監督員をしています。ここが私が担当している矢沢地区という現場です。この地区は東日本大震災で、あちらから太平洋の水が押し寄せて、田んぼが津波に浸かってしまって、瓦礫がかぶってしまったり、営農できる状態ではなくなってしまいました。その後7年かけて津波で破壊された堤防の再建、防風林の整備や海水に浸かってしまった土の入れ替えなどが行われ、徐々に農業が行える状態に戻りつつあります。農家の方が一日でも早く営農を再開できるように、復旧するだけではなくて、今までよりも使いやすい圃場を田んぼ畑の形にしていくこと、それにより福島県の営農をこれからもよりよく発展させていくことが私の仕事です。今そのうち田んぼ自体の面積としては 77% ほどが完了していて、営農自体は今時点で 40% ほどが営農できる状態まで工事が進んでいます。宮島さんの働きぶりについてお聞きしました。宮島さんの仕事に対する熱意は素晴らしいです。派遣されてからまだ4ヶ月ですが、すでにもう職場ではなくてはならない存在になっています。今回の派遣で得た経験を元の職場でも生かしていただき、福島県の応援団としてずっと福島を応援してほしいです。田んぼの工事というのは、これからそこで工作する人だとか、そこで作られたものがまた福島県全体、またはいろんな地域でその作物が食べられたりするってことを想像すると、自分でやってることっていうのがすごいいろんな人の役に立ってるんだなと思い、それ誇りでもあり、やりがいだと思っています。福島県には今回の派遣で初めて来たんですけれども、いろんなところを探索したり、美味しいものを食べたりしながら、来てよかったなと思ってます。続いては相馬市にある松川浦漁港。風光明媚で、震災前は東北で有数の水揚げを誇る漁港でした。しかし、東日本大震災の津波や原発事故で港は大打撃を受けました。様々な制約の中、試験操業を震災の翌年から開始し、去年3月からようやく競りの入札が復活しました。震災前のだいたいまだ 15% ぐらいしか、数量的にも、売上的にも上がってないんですけども、相馬地区の後継者、30代40代の若い人が多いもんですから、そういう中でやる気十分でですね、今は 20%、 25% を目標に今頑張っているところです。現在でも消費者に安心してもらうため、福島県漁業連盟は国が定めた出荷基準より厳しい数値を設定して自主検査を行っています。そのより厳しい検査基準をクリアした魚介類のみが流通しています。早々の海はですね、遠浅になってまして、
で何食べても身がたっぷり膨らんでですね、旬の魚って言いますと脂の乗ったスズキ、それからメバルなんかは美味しいですね。それからあのウニとか、アワビなんかも取っていますし、まあその辺が夏場は一番うまいと思いますね。松川浦の美味しい魚介類を食べたい、そこでおすすめなのが海沿いにあるタコ八さん。松川浦で採れた旬の魚介類がてんこ盛りの松川浦復興チャレンジグルメ、ホッキ三昧を味わえます。おいしそう。ホッキ貝のお刺身に、ホッキ貝の天ぷら、そして郷土料理の絶品ホッキ飯、ホッキのフルコースです。うわ、ホッキ飯は相馬の郷土料理で、ホッキの肝で、ご飯一緒に炊き上げているので、ご飯自体にも味がついているので、ぜひ一度味わっていただきたいと思います。さらにご主人おすすめはホッキ貝の天ぷら、このホッキの中でもやっぱり天ぷらが大好きで、天ぷらにしても柔らくてポワッとしているので、とても美味しいと思います。さらにタコ八の隣の金代水産では新鮮な魚介類を購入することができます。松川浦漁港で獲れた新鮮な魚や干物などの加工品、お土産にいかがですか。そう、お土産といえばこちら、セデッテ鹿島です。常磐自動車道南相馬鹿島のスマートインターチェンジから入ることもできます。ちなみに、はい、セデッテとは相馬地方の方言で連れてってという意味だそうですよ。店内には地元の一品や珍味が並び、お土産にぴったり。さらに地元グルメも味わえるんですよ。こちらはしみ天という福島のご当地フード、はい、福島に昔からある保存食、しみ餅を入れたドーナツです。外はカリッと中はふんわりもっちりしているんです。いや、気になりますねこれ。食べたい。食べたいですか。食べたい。そうですか、はい、もう少々お待ちください。もう少々お待ちください。せでて最後に、南相馬で毎年7月の最終土曜日から3日間行われる国の重要無形民俗文化財にも指定されている祭り、相馬野馬追を紹介します。2日目の本祭り、ホラ貝や太鼓の音が鳴り響く中、先祖伝来の甲冑に身を固めた433基の堂々たる騎馬武者がご本陣を目指して進みます。絢爛豪華な戦国絵巻が現代によみがえった行列は、まさに動く文化財とも言われます。東日本大震災ではこの地域も甚大な被害を受けました。しかしその4ヶ月後の2011年7月、規模を縮小しながらも祭りは開催。1000年以上続く伝統を守り続けています。ご本陣に到着した騎馬武者たちはさらに迫力のある姿を見せてくれます。まずは一周およそ1200メートル10頭立てで行われる甲冑競馬。若武者たちが俊足に自信のある馬にまたがり、先祖伝来の旗差し物をなびかせながら人馬一体となり風を切り走り抜けます。すごい迫力だね。そうですね。うわ、競馬好きにはたまらないですか。やっぱりちょっと興奮しますね。ねえ、うん、甲冑つけながらって大変ですね。大盤馬も続いております。さあ、近づくか、ね、すごいな。ただいま、大盤馬審判席を通過いたしました。ねえ、すごいですね。そして満を持して200機を超える騎馬武者たちが場内に集まります。ホラ貝の合図で空高く打ち上げられた御神旗を奪い合う神旗争奪戦が繰り広げられます。
まさに戦国時代の戦場のような光景に、祭りの盛り上がりは最高潮に達します。すごいなこれ。取った方、あ、これ取った方だけ。そうなんです、勝ち名乗りを。白鵬吉田綾部が広い人気を手にしたものでもあります。あ、取った取った取った。祭りの担い手はこの相馬地域の人々。今なお息づく伝統と復興への思いをつなぐ相馬の人々の力強さを感じました。いや、すごい迫力だね。野馬追すごいですね。ねえ、いや、震災からね、もう1年半経って復興もだいぶ進んでるような気がしましたけど、はい、農業ですとかね、漁業ですとか、まだまだね、完全ではないということ、ね、とにかく応援していきたいですね。そうですよね。応援の仕方っていろいろあって、はい、まあ、食べる応援っていうのもね、はい、ありますからね。ねえ、もうとにかく魚、あのホッキがめちゃくちゃ美味しそうでしたよね。美味しそうでしたよね。ねえ、はい、天ぷらってあるんですね。天ぷらね、はい、師匠も珍しいなっておっしゃってましたね。ナマズの天ぷらとかね、うん、あの結構あるんですけど、埼玉は、うん、ホッキ貝の天ぷらって美味しそうな、食べてみたいな、はい、あと私はシミ天が気になりました。ね、気になりましたね。そうですよね、気になりましたよね。ちょっと待ってくれみたいな話でしたが、はい、お待ちかねのお土産でございます。はい、VTR でも紹介したシミ天をご用意いたしました。はい、早速皆さんで食べてみてください。いただきます。結構しっかり入ってるんですね。そうなんですよ。いただきます。ちょっとよもぎの風味のあるお餅入って、うん、色鮮やかな。もっち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 、おいしい。そんなに甘くないのね、いくらでもいけそう。おいしい、あ、おいしい。女性陣も思わず笑顔するね、感じですね。いくらでも食べられてる。ね、すごくして、あ、おいしい、ね、外はドーナツな感じになってるということなんですね。こちらのシミ天でございました。さて、今回紹介した相馬の前の甲冑競馬なんですけれども、はい、実は近場で見られます。はい、10月の8日体育の日に東京の大井競馬場でこの甲冑競馬見ることができます。あのホラガイの音色から本当本格的に見ることができますので、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、大迫力でしょうね。本当ね、はい、そうです。続いてはインフォメーションです。松井さん、お願いします。はい、今日は山の日、そして今日からお盆休みという方も多いと思いますが、山などに出かける場合は十分な準備をしてください。秩父山系では道に迷ったり疲れて下山できなくなったりする山岳遭難が多く発生しています。登山の時には目的地周辺の天気や気温、登山道を事前に調べて十分な装備でお出かけください。疲労を感じた時や天候が怪しくなった時などは引き返すという判断も大事です。早めの出発や早めの下山も心がけてください。また携帯電話は大切な通信手段ですので上手に使いましょう。十分に充電してから出かけてくださいね。携帯電話は山だけに限らず川など自然の中で遊ぶ時の強い味方になってくれますね。そして登山届は万一遭難した場合に捜索や救助の手がかりとなるものです。山を管轄する警察署や交番、登山口の登山ポストに必ず提出してください。スマートフォンや携帯電話からも提出できます。詳しくは埼玉県警察本部のホームページをご覧ください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。小坂井君。はい、今週は福島県からのお土産です。スタジオでも食べたシミ天と福島の桃を使ったジュースやプリンのセットです。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想をお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは14日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしています。桃時期ですね。時期ですね、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。さあ、お便り紹介してまいりましょう。はい、富士見市の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。行田の田んぼアートは圧巻ですね。複雑な絵柄の田んぼの中にくっきりと浮かび上がる技は見事です。今後も世界一大きな田んぼアートを披露してくださいとのことです。ありがとうございます。見事でしたよ ね。もうさて、来週は、はい、内藤さんが旬の町三郷市を巡ります。そして後半は近代美術館で開かれている浦沢直樹展を紹介します。浦沢直樹さん大好きなの、これ楽しみですね。では来週も今時埼玉今たま、また来週。また来週。頑張れ、今日も汗にまみれてる姿が何より美しいよ。頑張れ、夢
けの